エベルトニ・エンリケ・デ・ソーザは、ブラジル・サンパウロ州・サンパウロ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。コリン・チャンスの大ファンであった父の勧めで7歳から、コリン・チャンスに入り、1999年にトップデビューを果たす。しかしながら、出場機会を得られず、リオ・ブランコ・ EC へ、レンタル移籍。ここでは、中心選手となって、 サンパウロ州選手権で5得点を挙げた。コリンチャンス復帰後もサンパウロ州選手権で9得点を挙げている。2001から02シーズン、ドルトムントを選択し、ドイツへと旅立つ。ドルトムントでは、ヤンコレルの落としたボールをゴールへ蹴り込む役割を担い、2001から02シーズンから4年連続で2桁得点を記録した。ドルトムントは、親会社の経営難に苦しんでおり、 2005年7月に、スペインのレアル・サラゴサと5年契約を結んだ。遺跡金は公開されていない。2006年1月27日の FC、バルセロナ戦では2得点し、相手の公式戦連勝記録を18で止めた。サラゴサでの1年目は快速を生かして、得点を量産したが、2年目は、セルフィオ・ガルシアの台頭もあって、出場機会を減らし、 2007年7月16日には、ドイツ王者の VFB シュトゥットガルトに、レンタル移籍した。3年ぶりに、ブンデスリーガでプレーしたが、活躍することはできず、冬には、RCD s スパニオールへと、レンタルされている。2008から09シーズンは2部に降格したサラゴサに、復帰し、リカルド・オリベーラとコンビを組んで得点を量産した。最終的に28得点し、 CD テニリフェの二のに次ぐ得点ランク2位に入った。しかし、2009から10シーズンは、出場機会を減らし、さらに冬の移籍市場で、ウンベルトスワソが加入したことにより EU 外、選手枠からも外れた。このことから2010年2月22日、ブラジルの SE、パルメーラスへ移籍した。二千十一年七月、ロシアプレミアリーグの FC テレクグロズヌイへ一年間の、 契約で移籍をした。2012年1月、6試合で1得点と、稼働率の低いエベルトンに、クラブは話し合いの場を持ち、エベルトン自身もクラブを退団したいとの願望を示したため、双方の合意のもとで契約を解消し退団した。ブラジル代表として2001年4月のペル戦で初出場、その後数試合に出場するも2003年以降の招集はない。 ありがとうございます。